VX ガスメチルホスホノチオラートとは、猛毒の神経剤の一種である。サリンなどと同様、コリンエステラーゼ素外剤として採用し、人類が作った化学物質の中で最も毒性の強い物質の一つと言われる。1994年のオウム心理教のテロ事件でも、使われた。琥珀色をした油状の液体で、揮発性は低く、無味無臭である。また、 濃度や温度にもよるが、粘着性を持つとされ、エアロゾルを毒ガスとして使用する。水への溶解度は約3%。1952年にイギリスで合成された。揮発性が低いため残留性が高く、その上、サリンなどと異なり科学的安定性も高いので、温帯の気候においては、散布から1週間程度は効果が残留するとされる。呼吸器からだけでなく、 皮膚からも吸収されて毒性を発揮するためガスマスクだけでは防護できない。また、親油性が高く水で洗浄しただけでは取り除けないため安全な状態にするためには化学洗浄が必要である。木材や皮、布などに付着した場合には長期間毒性を維持したまま止まるため VX ガスに汚染されたものに触れただけでも危険である。例として 会社員 VX 殺害事件では1ミリリットル程度の VX 溶液で死に至った。VX ガスはエステル交換反応を通して得られる。酸塩化リンをメチル化することでメチルアホスフォン酸に塩化物とし、これにエタノールを作用させメチルアホスフォン酸ジエチルとする。N, N、NG イソプロピルアミノエタノールを作用させることで エステル交換反応により、イソプロピルアミノエチルメチル、アホセホン酸エステルとする。最後に、この線具体を異様と反応させて、摂氏70度以上で加熱すると、チオホセホン酸から異性化が起き VX ガスが得られる。他の有機リン系神経ガスのように、VX ガスは、パムのような強い嗅覚原子反応によって破壊され、解毒される。VX ガスで汚染されたものを洗浄するには、 火溶媒分解を利用した2種類の方法がある。一つは、水酸化ナトリウムの濃厚水溶液を使用する方法で VX ガスと反応すると PO 結合と PS 結合が切れて毒性の低い化合物に分解される。もう一つは、過酸化水素を使用する方法で VX ガスと反応すると PO 結合が切れて2つの化合物に分解されるが分解物は EA-2192 と呼ばれる物質であり、強い毒性を保持している。しかし、不安定な物質であるため、太陽光にさらして自然分解を待つことで無毒化できる。1996年のアメリカ映画《ザ・ロック》では、テロを企てる海兵隊の武器として、この液体を内蔵したミサイルが登場した。この映画の中では、このガスを少しでも吸い込んだり、 皮膚に付着すると、すぐさま全身を激しい痙攣が襲い、内臓を吐き出す。スプーン一杯で、半径500メートル以内にいる人間を殺すことができるなど、テロや化学兵器の脅威を解くため、いささか誇張、演出的な表現で紹介されていた。また劇中では、球状のガラス製カプセルに封入されていたが、実際は、ステンレス製カプセルに封入される。アメリカのテレビドラマ、 24-24- 24では、セントックス VX と称された神経ガスが、アメリカ合衆国本土に対して使われるという、テロ計画が、エピソードの中に存在する。このエピソードでもセントックス VX を天然ガスの、パイプラインを通して散布することにより、およそ20万人を殺害できるとされていた。ありがとうございます。